V3 狙う羽生譲弦は、彼だけで自分を追い込んだ、恩師大沢氏が共担した姿勢とは、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2月4日に開幕する北京五輪で3連覇を目指す羽生譲弦、ANA について、コーチのブライアン・オーサー氏が五輪公式サイトのインタビューに答えた、ハブの練習姿勢について、 本当に頑張り続けると称賛し、四回転アクセル挑戦については、成功することを心から願っていますなどと語っている。ォーサー氏はハブの練習姿勢に驚嘆、本当に頑張り続ける、2月4日に開幕する北京五輪で3連覇を目指す羽生譲る、ANA について、コーチのブライアン・ォーサー氏が五輪公式サイトのインタビューに答えた。ハブの練習姿勢について、本当に頑張り続けると称賛し、 4回転アクセル挑戦については、成功することを心から願っていますなどと語っている。2012年からカナダトロントのクリケットクラブでハブを指導するオーサー氏。ハブの現状について、開幕3ヶ月前に右足首の捻挫を追いながらも連覇を果たした4年前の平イ五輪と、同じ状況とした上で、当時助けになったのはユズルが素晴らしいコンディションにあったことです。負傷した後、 比較的素早く良いコンディションに戻せたと回復能力の高さを強調した。何が連覇を可能にしたのか。大沢ーー氏はハブのトレーニングに対する姿勢に注目。彼の毎日トレーニングし、努力し続ける姿勢には共感します。本当に頑張り続けるからねと感銘を受けた様子で語り、このように続けた。彼だけで自分を追い込んだのです。そして五輪連覇王者になりました。驚異的ですよ。 彼はトレーニングが好きだし、競争が好き。それに得意なんです。四回転アクセル挑戦は、成功することを心から願っています。ハブを約10年間支えてきたオーサー氏は、インタビュー内で四回転アクセル挑戦についても言及。ユズルは常に何かより優れたものに向かって努力しています。四回転アクセルがその一つと向上心の高さを指摘。素晴らしいことですよね。 いずれは誰かが成功させると思います。私が生きている間に誰かが成功させる。それが彼であることを祈っていますと語った。成功すれば国際スケート連盟、イス、公認大会では史上初となる快挙。オーサー氏は四回転アクセルについて、上昇する最中から回らないといけない、少し異なる技術なんですと説明し、彼はそれに対応できますけどね。成功することを心から願っています。 彼のリストの上位にあるものですからと祈った。オーサー氏は、現役時代の1984年セライボ五輪、88年カルガリー五輪で銀メダルを獲得。平・イマサゴリンドーメダリストのハビエル・フェルナンデス、スペインやバンクーバー五輪金メダリストのキム・ヨナ、韓国らを指導した名コーチが、ハブは、男子シングルでは94年ぶりの五輪三連覇と共に、史上初の4回転アクセル成功を目指す。ザ・アンサー編集部。 羽生ューゆずるプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平イオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。